はい、こんばんは。つぐきです。今回の話はですね、ロンドンブーツ1号2号の田村厚さんがですね、なんと YouTube を始めるようなんですね。はい、まあ、Twitter で、指導 YouTube を始めます。初心者ではありますが、自己表現の幅を増やしたい。自分のペースでしっかりと YouTube にも向き合っていきます。一人前の YouTuber になれるように頑張ります。 まずはどんな気持ちでチャンネルを立ち上げることになったかをお話ししています明日から配信スタートってねこういうふうにツイートしててですね明日からどうやら <laughs> 動画を上げるらしいですねまあこの田村淳さんのまあチャンネルは論文チャンネルっていうチャンネルなんですね今のところチャンネル登録者数が100人いるんですけどねまあ今僕は300 390人かなそのぐらいいるんですけどね。チャンネル登録さす。390人ぐらいいるんですけど、まあ多分、明日ぐらいからもう僕、僕の、僕より上に行くと思いますね。<laughs> 明日ぐらいから多分もう1000人か2000人ぐらい行くんじゃないですかね。まあ、1週間後経てば、まあ1万人とか、そのぐらいなんじゃないですかね。まあ、 まあそれどころじゃないですね多分もう10万人1週間で10万人とか20万人とか超えそうですよねはいまあやっぱいいですね芸能人はいいですよね、まあ、芸能人っていうか有名人の人ね、はあ、有名人とかやっぱいいですよね YouTube で動画上げたりしたらすぐもう一気に増えますからねフォロワーとかねあの Twitter のあのとかインスタグラムの,のフォロワー もう急激に増えるじゃないですか。始めた途端ね。いいですよね。はい。やっぱ、影響力ある人は本当に羨ましいなって、<laughs> 僕は思いますね。はい。まあ、あのね、やっぱ個人的にはですね、僕は、まあ、別に驚きはしなかったんですね。まあ、最近、芸能人ね、YouTube で動画上げてる人多いじゃないですか。まあ、YouTuber になった人ね。 多いからまあ珍しくは珍しくはないっていうか <laughs> そんなには驚きはしないですねはい <laughs> まあそうなんですけどねまあ動画ねこれから田村田村淳さんにはあの田村亮さんも動画で出演した出演っていうか出,せ出させてほしいですねはい <laughs> 田,村あの田村亮さんといえばまあ闇営業の件で ね活動休止になってたかな、ね、ちょっと忘れたんですけどたしかも今あの活動してないと思うんですけど <laughs> その動画にね出てほしいですよね田村亮さんがなんと <laughs> はいあの田村亮さん動画に出てほしいなって僕個人的に思いましたね <laughs> はいまはは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 はんはははははは そういえば、田村淳さんね。あの辺野古にも来てたことがあるんですね。沖縄の辺野古あのまあ、あのね、普天間基地の移設先とされる場所なんですけど、まあ、名護市辺野古なんですけど、そっちにもね。なんかテレビの取材で来てたんですね。あの、鈴木奈々さんとタレントのと一緒に、あの辺野古なの？あのキャンプシュワブの前の方と、ね。とね、なんか活動家と一緒に。 なんか喋ってたのがありましたね。なんかそういえば。はい。沖縄にも来ててですね。あの辺野辺野古の方まで <laughs>。はい。どうやら来てたようですね。はい。まあそれね、田村亮さんって言って,言ってしまいました。すみません。田村あちさん。ね。辺野古にもまた来て <laughs>。あの活動家の人の取材とかね。それもい,いいかもしれませんね。YouTube で。あの、こういうね。 ユーチューバーになってこの辺野古のあの, <laughs> あの人たちを取材するとかねあと辺野古のあの、まあ、住民の人とかね地元の住民の人のあの取材とかねそれもいいかもしれませんねはいってなわけで今回の話はですねあのロンドンブーツ1号2号の田村淳さんがなんと YouTube を始めることについてのお話でしたご視聴ありがとうございましたでは失礼します